がする。ハロウィンにちなんだスイーツが売られているみたいね。パンプキンパイにパンプキンドーナツにパンプキンケーキ、まだまだあるみたい。すごい数だね。かぼちゃだけでこんなにスイーツ作れるんだ。私も今度作ってみようかな。仕方ないな。ふうすけに協力するよ。試食ならいつでも任せとけ。私もつーちゃんが呼んでくれればすぐに飛んでいくよ。もうそんなこと言って食べたいだけでしょ。でもありがとう。お言葉に甘えてお願いしようかな。どんなかぼちゃのスイーツを作ろうと思っているの？とりあえずこの会場にあるものを全部作ってみたいかも。あとはみんなリクエストある？あそこのジャックオーランタンぐらい大きなやつ。え、あそこのって私たちとほとんど大きさ変わらないよ。だからインパクトあるんじゃん。シロは分かってないな。現実的に考えて無理だと思うわ。それならこういうのはどう？スイーツにいろんなハロウィンの絵が描いてあるとか。いいね。お化けと黒猫が追いかけっこしてる絵とか、魔法使いが空を飛んでる絵とか、可愛いかも。絵を描く技術が求められそうなスイーツね。大丈夫大丈夫、風助なら余裕っしょ。早速帰りに材料を買って作っちゃう。せっかくだし私たちも手伝おうか。ナナミ、ナイスアイディア。ふうすけ、これで100人力だぞ。私は足手まといになっちゃうかもしれないけど、お皿洗いとかならできるから任せて。え、本当に今日やるの？ちょっと待って、いろいろ準備させてよ。あそこのジャックオーランタン大きい。あっちにはお化けの人形があるよ。空を飛んでるみたいに見えるね。マシロちゃんの目キラキラしてる。ほんとだ、シロこういうの好きそうだもんな。うん、なんだかお化けの街に来たみたいだなって思って。確かにお化けの街って感じがする。会場中ハロウィンのキャラクターでいっぱいだもんね。ん？あっちの方が騒がしいわね。なんだろう、何かイベントでもやってるのかな。どうやら仮想体験ができるブースがあるみたいね。マジで？これは私たちも借りに行くしかないっしょ。いいねいいね、友達と仮装だなんて青春って感じするよ。仮装か、ちょっと恥ずかしいけど楽しそうかも。借りるなら早く行きましょう。立ち止まっていると周りに迷惑だわ。それもそうだね。シロちゃん、一緒の仮装しない？お化けになってお化けの街を探検しようよ。それ面白そうだね。お化けになりきったら会場の雰囲気をもっと楽しめそう。でもお化けって言ってもたくさん種類があるし、どれを選んだらいいかわからないかも。大丈夫、私が超似合う衣装を選んであげるって。早く行こう、今日は楽しむぞ。